2本目ですけど、今から撮るのは5月6日連休の最終日、大型連休最終日か。去年の連休は私金沢だったんですよ。行ってたでしょ、金沢でずっと。じゃあ仕事ですよ。あの金沢のあの音楽祭にメンバーが出る、うちのオーケストラ出るっていうので、まあでも夜8時ぐらいには終わったので、その後と言ってもまだねコロナだったんで、あーそんなお店やってなかったもんね。そんなにはね、今ならね、今年だったら金沢、あー日本酒とさ、のどぐろですよ、お酒とお魚がもう美味しくて美味しくてのとこじゃないですか。そう、さえちゃんは日本酒だもんね。大好き日本酒ね。えこんなんであんな美味しいんだろう。あ今度行く、あこの間話してたっけ、この大竹、あ行くんですよ、来週の来週の火曜日にちょっと行こうって、この間あのステージ手伝ってくれたあのマグロと、マグロじゃない池田さんと、ちょっと行こうかなという。いいな、絶対美味しいですよね、そのこの間キャッツ見てきた。おキャッツ、はいはい、キャッツはね、どう、もうね、私子供と見に行ったけど、あれは踊りを見に行くならいいけど、音楽最低。え、なんで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 、なんで、あれスピーカーが聞きたいやつってさ、見て見て、あーん、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございました。こういう、あそこ後輩だから、ゆるいと思って、びっくり、怖いですから、別に、まあまあ、生涯後輩ですから、やっぱり部活動っていうのはね、大きいですよね。そのうち出入り禁止だって、違う、クッマさんが座って、誰、クマさんと喋ってる、やめやめ、クマさん、誰、昔あったよね、怪しいことで、なんか生番組でさ、小林さんの後にクマがいた。何わかんない、怖いよそんな。なんかね子供のロンパルーンだったかな、なんか何じゃあなんかね、あの不適切発言ね、あ NHK だとかわかんないけど、あのさ、あの綺麗なものって言ったらお花とかで、一人綺麗な金っていう子がいて、その子そのずっとそれハマっちゃってずっと言うから、急コマーシャルだから多分民放だよね、あのやってた、ぬいぐるみが出たっていう、そういう、それは困るもん、ね、都市伝説みたいな話、いや恐ろしい恐ろしい。でも綺麗なもんだよね、綺麗な綺麗じゃないわ、綺麗じゃない、えやめてください、もうちょっと朝本当ですよ、朝の番組ほら朝の番組だよ、全部ピーピーだ、全部ピーほら本当にもすいません、よろしくお願いします。どんな許せやね、で、な何でしたっけ、何出してましたっけ、忘れちゃった、綺麗な金ってどこ行っちゃったね、違う、そう、綺麗なんじゃなくて、なんだっけ、あ、その、だから、この間キャッツ見た時に、あ、そうそうそう、音が、あの、管楽器、金管楽器の音全部電子音じゃん、あれエレクトーンというか、その打ち込みじゃんね、まだね、木管とかあれは近かったんだけど、もうそれが気になってね、せめて録音取るなら、生で取って流せよと、へえ。もう何とも思わず見とったわ、うん、でもうんで、あれ一人追っちゃダメだね、一人関係ないもんね、一個一個のシーンでその猫の持ってる人生観みたいなのを出していくんだから面白いんだけど、あれは生で聞きたかったから東京行きたい、あ東京だったら音あれなの、生みたい、え、そうなんですね、あのフロケじゃないみたいだけど、でもバンドみたいな感じでいるんだ、いるんだやっぱり、うん、だからホルンとかトランペットとか出てくるじゃないですか、完全にこのなんちゅうの打ち込みだもん、へもうあれでちょっともうがっかり、うん、でそしたらたまたま知り合いに会って、でその話をしてそのままあれで終わったのが3時半、はいはいはい、で土曜日だったので、日曜日だったかな、あの4時からあのね美味しい町中華行ってね飲んだ結局だって4時半から家帰ったら11、12時経ってただいぶ飲んどる ねえその話につながるわけなんですね、お酒飲んだよって楽しかった、はい、はい、時間がやばいのでね、はい、わかりました、はい、やりましょうやりましょう、はい、これはですね人間のあれと一緒で、ずっとね愛してる愛してるよって言ってるとだんだん慣れてくるじゃないですか、これたまにちょっと私のことを本当に愛してくれてるのかなという不安な言葉があると
人間スッとまた緊張は高まりません。普通にずっと愛してる。でもまた愛してくれば戻ってくるんですよ。いやいや、もうずっとでいいじゃん。いや、それはね、もう単調でね、絶対長続きしません。刺激いらんけどな。はい、そうですか。というのは私モーツァルトのこのね、音楽作曲の作り方の一つの手法だと思います。なるほどね。だから聞いた時の第一印象はすごく清純な人だけど、ちょっと影があるという、ね。なるほどね。どこどこ見える。だけど、あ、やっぱりいい人だねと。いう感じです。深いね。ということですね。はい、さあじゃあ後半はどうなるかですね。はい、クイズの後でお届けします。はい、でもモーツァルトの方がそうですよ。緊張。ベートーベンはね、今度反対に緊張が強すぎるんですよ。ああ、なるほど。で、ほっとするとこでアンドスとまた緊張するけど、モーツァルトは逆なんですよ。へえ、面白い。どっちが人間としては楽しいかというと、ベートーベンの方がドキドキハラハラが多いかもしれない。私はモーツァルトでいいです。そう、はい、ビバルディだったらずっと一緒ですよ。いや、単純だよ。ビバルディぐらいでいいんじゃないですか。はい、50点で、マーシーさん大丈夫ですね、選択肢大丈夫。ちょっと待ってください、4択、大丈夫？4択ダメ、この間、本当に忘れちゃうね。うん、恥ずかしい、ただ誰かが、ブラームス、困ったらブラームスですかとか言ってる人がいたり。そう、バレるよ。あれ、どこ行っちゃった？何が？それ先週のじゃない？違うね、ドンジョバンニだからっていう。あ、これだ。紙ペラなくしとる。なくしてないって。あります？ボールペンあります？ある？ね、何の曲やったかってちょっと思い出さなきゃいけないけど、何だったかというと、あ、分かった。はい。タンタタンタンタタタトン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 。タンタタンタタ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 タ。はい。で。はい、ではやりましょう、いきましょう。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、私がやります。はい、はい、ぜひあなたもクイズ参加してみてくださいね。合ってます。いっしゃーいっしゃー、来た、ね、流れが来てるぞ。よっしゃー、うん、でさっきの10点はじゃあやめようかな。いや、やめてもらえるもんもらったんだから。覚醒してる、脳が覚醒してる。え、覚醒ってる？覚醒してる、パーッって。あのね、最初サンサンスかなと思ったんですよ。うん、動物の謝肉祭の。それってこの間、子供のやつ聞かせました？え？まだ聞かせてないでしょ。何が？動物の謝肉祭。あ、まあ、聞いてない、ね。だから、鳥ピッピーみたいなやつかなと思って。鳥ピッピーってないじゃん。動物の謝肉祭の中の鳥の鳴き声みたいなやつか。鳥さんみたいなやつかな。これ、アルルの女ですよ、アルルの女。アルルでした。そうですね。ああ、ブラブラブラですね。まあ、いいや、やりません。さあ、ゆりなの今週のつぶやき。明日7時からですよ。夜7時からの特番、ぜひぜひ聞いてください。はい、絶対聞いてくださいね。楽しいよ。ではまた来週お会いしましょう。さあ、ゆりなと。マーチ山本でした。この後も FMI1 でお楽しみください。はい、ありがとうございます。で、特番撮っちゃいますね。はい。ということで、あ、これ特番の今から特番の間を取るんだよね。そう。だからまずこれは一回締めますけども、さっきのあの綺麗ななんとかの飾り使わなきゃいけなくなっちゃったじゃん。でもね、あれ本当もしかしたら本当は最初言うんだって、綺麗なもの何って言ったらお花って言ったらその子が金って言ったんですよ。そしたら司会者の人がもっと綺麗なもの言ってねって言ったら綺麗な金って。言うからもうそれはまあね、まあ、綺麗なってついたらもう全部何でも綺麗になる。その子もそれこでまあ盛り上がってね、分かる。男の子かな、うん、でしょう。もう分かる、まあ、言うもん。そうで、そうなった後その子のとこに熊のぬいぐるみが置いてあって、ね、そういった話がありますんでね。そうなんだろうね、楽しくなっちゃうと、ね、その子ばっかり、ね、だいたい小学校の定員でモーツァルトもそうだよ。モーツァルトもだいたいそういうの大好き。女の子嫌いだよね、あんまり。うちの子もね、が好きで。そうでしょう。ずっと言ってるで、外で言うとシーって言うんですけど、うん、あれ女の子って言わないよね。まだ言ったことないもん。でしょ、男の子って何も面白くない。ね、大人になってものんびと言うよね。そう。うん、聞くもん、そんなに楽しいのって息子に絶対楽しい。うん、なんかなんだろうね。とかとかね。そう、わけわかんないけどすっごい楽しそうなんですよ。うん、そう。で自分の引っ張ってさ、やらない、それ子供ってやらない。やらない、まだやらない、ちょっとまだやらないと、まだってちょっともう分かんないけど、本当にだいたい伸びたビヨーンとかって
やったうちの子がまだやってないです、ご安心ください、はい、ご安心しない、別にちょっと心配心配ってなんて、そんな小学校行ってやったらちょっと心配いやそうね、まだ3歳だけど3歳のうちにやっといた方がいいのかなそうそう、小さいうちにやっぱりやって、だって真面目な人って50になってから崩れてる、怖い怖い怖い、若いうちにやっとかなきゃいけないものがあるので、わかりましたという、なんかもう最後、はい、朝なのにわけわからん話して、はい、ごめんなさい、すいません、じゃあこれで終わります、バイバーイ、女子もネタばっかり、そう、本当ひどいわ